皆さんこんにちは。今月も噂のさやびず通信の時間になりました。2月になって立春も過ぎていよいよ春が近づいてきましたね。さて本日は西武バス富士見2丁目バス停からすぐの理容室さんにお邪魔しています。それではご紹介いたします。ヘアケアハウスカルームの工藤恵美子さんです。工藤さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは早速ヘアケアハウスカルームさん、はい、どういったところなのかを簡単にご紹介いただいてよろしいでしょうか。はい、登録的には、理容室の登録になってますけれども、男性の方に限らず女性の方でもカット顔剃りに来ていただけるようなサロンになってます。はい、お伺いしたところだと20周年なんですかね。そうなんですよね。2002年にオープンしてこの4月で21年目という形になりますね。ハピネス佐山さんの1階に入られているということなんですよね。そうですね、ハピネス佐山さんが、デイサービス、ケアハウス、グループホームっていう施設で成り立っているので、その1階にテナントとして入ってます。もう別にハピネス佐山さんにいらっしゃっている方じゃなくてもご利用可能なんですよね。もちろんですね。もう外部の方にもどんどん来ていただきたいです。バリアフリーというキーワードで、はい、いろいろな方がお使いやすいようなそういった仕組みがあるというふうにも伺ってるんですけれども、そうですね、どんな特徴があるかいくつかご紹介していただいていいですか。はい、目の前に駐車場がありますので、うんうん、そちらに停めていただいて、そこからもう車椅子で段差がなくこうスムーズに入店できるようになってます。そうですね、やっぱり今ね、健常者の方だけじゃなく車椅子の方にもその健常者さんと同じようにカットや顔剃りに来ていただきたいなと思ってます。なるほど。どんな方でも車椅子だけではなくやっぱ杖の方、シルバーカーの方もちょっとした段差で転んでしまったりつまずいてしまったりするので、そういう段差はもうないです。なるほど。見ていただくと分かると思うんですけど、お席もかなり広く一席が取ってあるなという印象があるんですけど、 そうですね、そういったところにもつながってるんですか。そうですね、施術する人が私と主人の2人だけなので、うん、もうこれでいっぱいいっぱい。なるほど。席あるって形なんですかね。そうですね、うん、2席ともう一つ、カット椅子がありまして、はい、そのカット椅子は移動できるので車椅子で直接つけてそのままカットっていうこともできます。あ、なるほどなるほど。椅子に座り直すという手間なく、 そうですね、そのままこうつけてできるっていうことがで、はい、あるんですね。そうですね。あ、でも本当にそれはね、お怪我されて一時的に車椅子の方もそうですし、そうですね、でもお体ご不自由な方も含めて、はい、安心して来れる場所なんですね。そうですね、そういうお店を目指してます。なるほど、ありがとうございます。あと最近ですと、はい、ちょっとこう新しい層というかですね、はい、こういった環境を求めて探してたんだよっていう声が出てきたなんていう話も聞くんですけども、はい、どういう方が最近ですといらっしゃってるんでしょうか。やっぱり特別支援学校の生徒さんとか、あとはやっぱりちょっと障害のある方がちょっとホームページを見てっていう形でやっとたどり着いたっていうことでご来店いただいてますね。ケア理容師さんっていうね、はい、資格もお持ちだと伺ったんですけども、はい、そういったものを通じてどういうことをこう心がけていらっしゃる。はい、障害の方や健常者の方、どんな方でも安全で快適に過ごせるようにっていうことを心がけて施術しています。そうですよね、はい、いろいろなね障害と一言で言ってもタイプもねいらっしゃると思いますものね。そうですね、結構ね、チラシ今お持ちですけど、チラシにもあるようになかなかこう逆に長時間座っているのがこう難しいような、そうですね、方もいらっしゃるっていうことですけど、やっぱりそういう方にはこう早く、そうですね、やっぱり高齢者の方だったり、うん、障害の方っていうのは長い時間座っていることがとても苦痛なので、なるべく手早く施術することを心がけてますね。それは助かりますよね。なるほど。あとはね、さっき2席ってお話ありましたけれども、結構こう個室に近いというか、はい、タイミングによっては貸し切りに近い環境なのかなっていうのも、そうですね、魅力なのかなと思ったんですけども。そうですね、もうできる人がもう私と主人だけ2人だけなので、うん、ほとんど貸し切り状態と言っても過言ではないと思うんですよ。ただやっぱり他のお客様とどうしても被りたくないっていう方がいらっしゃれば、
本当に貸し切り状態っていうことも可能です。なるほど、でも本当にね、そうすると事前にお話ししていただければちょっと ね、ご不安な方がいらっしゃってもご対応できるってことなんですね。そうですね、もうその時はもう予約の時にでも、おっしゃっていただければ、その枠は取るようにするので、そうすれば安心して施術できると思います。いやでもそれは本当にご家族ね、なかなかこう幼い頃はねお母さんがこう切ってっていうこともあるんでしょうけれども、ご成人に近くなればなるほど、やはりこうプロの、ね、方にっていう思いがあるご家族も多いと思いますので、今ねご障害のお話もありましたけれども、お持ちかどうかっていうのは関係なくね、本当に少しちょっと周りにどうしても気を使ってしまうようなそういった環境にある方ですと一度ご相談されると本当にその方に合わせたサポートであり、あとはこういう、ね、ハードの仕組みなりっていうのがご用意されてるってことなんですね。そうですね、ユニバーサルデザインっていう言葉があると思うんですけれども、それを目指してるんですね。それはどんな方、どんな方でも安心して快適に過ごせるようにっていうスタイルだと思うんです。なのでまずご相談していただければ私たちも対応できるようなスタンスは取ってます。でそこでこうしながらこういう感じ。おー、なるほど。結構立つだけならね、歩くわけじゃないからね。そう、でそこで立ってもらって、あとこうちょっと向きを変えてもらえば、こういうふうに移動できる。だからその方にとっても快適な状態で、髪を切る上でも快適な状態を作るための補助道具みたいな感じですかね。そうですね。こういう感じで、なんかジェットコースター乗る時の、そうですね、カキっていう感じ で、 そ、 うです、ね、でそれでここにこう手を乗せてもらう、はい、でそうすると震えちゃう人とかも乗せると止まることがあるんですよ。なるほど。すごい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 、なんです。でありがとうございます。起こしますね。はい、大丈夫です。すごい、本当にこの椅子一つで全部できるんですね。そうなんです、ここに移ってもらえれば何でもできる。下半身が不自由な人は、やっぱりこの角度が非常に、なんて言うんだろう、大切で、やっぱりこうじゃなきゃダメっていう人もいるんですよ。ああ、こうまっすぐに近いというか、そうそう、でも、それもでもこれぐらいがいいとかね。本当にさっきおっしゃってたように、その人の楽な角度に合わせて、それもできるんですね。そうですね。おお、本当だ、首が角度によって変えることができます。本当だ、今結構背中こう丸めてるけど、ちょうどここが収まるんですね。そうですね。だからそれがこうやっぱりまっすぐ寝ることができない人、やっぱり寝るだけでも苦しくなってしまうので、そういうこの枕の高さというのがとても大事になります。外で髪を切りたいんだけれども、もしくは切らしてあげたいんだけれども少しご不安があるっていうような、そういったご家族の方、一度お問い合わせされるといいのかなというふうに思いました。ありがとうございます。で、今日はですね、希望の光というふうに書かせていただいたんですけれども、先日お話を伺ってね、今途中でも出てきましたけれども、本当にこれまではなかなか外で髪を切るのが難しいというふうに周りからも、あとはご家族からも思われていた方がカルムさんにいらっしゃって、初めて髪が切れたってご本人もご家族も本当に喜ばれたっていうお話を伺いました。本当にそれぞれの方がそれぞれの事情をお持ちの中で、唯一の場所を探していらっしゃる、そういった方に向けてサポートをしていただける理容室さんなのかなと。理容室さんといってもね、男性に限らず女性もというふうにもおっしゃっていらっしゃいました。まずはぜひそういったお悩みをお持ちの方、ご相談いただければなというふうに思います。それでは最後に工藤さん、ご覧の皆さんに一言どうぞよろしくお願いいたします。はい、髪の毛でお困りの方、まずご連絡ください。そして相談していただいて、それに合った施術を心がけたいと思います。ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。本日のゲスト、ヘアケアハウスカルーム工藤恵美子さんでした。工藤さん、ありがとうございました。ありがとうございました。